まあこれでちょうどいいかな。すごいですね、こんな景観見ることないんですけど、ほら、白バイ。部屋に入ってきた、ヨーロッパ系の2人の女の子がガサガサ朝からやって強制的に起こされちゃいましたけど、でもよかった、朝食全然目覚ましかけてなかったんで、これから向かいます。ちょっと混んでるかな今ぐらいの時間だと。そしたらまたちょっと寝て、午後オペラハウスの方に行こうと思います。朝は空いてていいわ。なんだ、危ねえな。何を言ってやってくるんかと思ったらいきなり公園、昼間からなんか グーのパンチを、拳を合わせてきましたね、一人のおっさんが。今の時間が8時20分、これから、ここで飯食います。まだ空いてていいな、まだ空いてるな。はい、今の時間が8時半で、混み具合はこんな感じです。今日はシンプルにこんな感じで、今隣の席は同じ部屋の2人ですね。昨日の夜入ってきた。結構大変ですよ、アイデア。日替わりで結構変わってくるので、この宿。いやー、まあこれでちょうどいいかな。今日は結構空いてる方ですね。この時間ではもう8時半でこの状態は空いてる方だと思います。
今の時間が1時10分、今さっきですねシャワー浴び終わってさっぱりしたとこです。今はですね、YouTube ライブでシドニーのシティをライブしようと思ったんですけど、このジンバルが朝から調子悪くて、今2個3個ついたら行こうかなって思ってるんですけど、なのでちょっと今からもあんま腹減ってないんですけど、この前買ったマフィン食べちゃおうかなと思います。したいって2つ悪くなっちゃうから、多分今日リミットだな。それを食べて15分後とかにまた戻ってきて充電の具合がどうかですね。いやー、夜6時からもあれイベントがあるので結構焦ってます。では下行くか。こういう時限って混んでんだよな。またはい、今1時43分なんか天気いまいち悪いな。今ここ出ました。あれ今日隣のコンビニやってないの。これから街の方に出て、チャイナタウンに向かってそこからライブしたいと思います。いやジンバルの調子が悪くなっちゃったな。ちょっと痛いな。まあ2時間ぐらい持てばいいんですけど、なかなか2個目の充電までしかできてないから、もしかしたら1時間も持たないかもしれません。ということでシティに向かいます。あーでもやっぱ蒸し暑いな。なんかはい 18.79。チャイナタウンに行くのはこのエグジット4っていうのが一番近いかもしれないですね。この前は QVB に行こうと思ったらここから降りてチャイナタウンが一番近かったんで、今これいくらだ、 2.52 引いて 16.27、 2.52 ドル。でここを出るとですね、チャイナタウン一番近いと思います。エグジット4。ちょっと今日天気悪いんじゃない。雨降ってきちゃったりして、そしたら最悪だな。よし、ここに出ます。あそこは QVB。 お、警官が多いな。何かあったんでしょうか。すごいですね、こんな警官見ることないんですけど、ほら、白バイ警官と、こっちもほら、そして4方向にいるな。1、2、ここ3、4、ここにあと5、5人いる。よし、チャイナタウン向かいます。やべえな、歩行者の信号無視だったりして、なんか通行止め系なのかな、交通規制系かな。ここがずっとトラムの、ほらすげえ。早くチャイナタウン行ってちょっとライブ始めないと危ないな、時間が。やっぱどこの国も白バイかっこいいっすね。あれ、このジョージストリートのこのマクドナルドのところにタイムゾーンかなんかのゲーセンが、まあ、ここかこの辺にあったんですけど、もうないですね。あのゲーセン結構思い出深かったのにな。あの当時はダンスダンス系のやつ、僕はやってないですけど友達がすげえやってて、注目ギャラリーがすげえできてて、なんか面白かった思い出があるんですけど、今もうないですね。ここのコールスのイメージもないんですけど、今日の夜6時またここ来ます。とりあえずライブだな。2時4分、今2時
20分。これからライブ始めたいと思うんですけど、マーケットシティの前です。ここのチャイナタウン前のこのお店いいですよ。ドンゴドングナン、スーパーなんですけど、店先にこんな感じで弁当みたいなのも売ってて、まあ7ドルとか5ドルとか、まあ比較的街の中にしては安い方だと思います。でもこの辺は9ドルです。で野菜とかも売ってまして、こんな感じ、ほうれん草とか2ドルとかですね。まあ140円とかなので、日本の方が、自分の地元の栃木の方は安いかな。よし、今からちょっとセッティングしてライブ始めます。いや天気良くなったな。また急激に晴れてきました。いやすげえなー。この辺は全部レストラン。今の時間が2時31分です。久しぶりにこれ来ました。野菜マーケットシティの地下の、野菜売り場、果物とか、いや懐かしいわ本当に。えのきが2ドルとかだから、本当にあの、自分の地元の栃木の方は断然安いです。さっきもほうれん草が束で、ちっちゃい束で 1.5 ドルとかあったので、あの全然やっぱ栃木の方は安いですね。白菜とかもすげー高いな。でこっち行くとですね、あのバッグとかそういう日用品が売ってます。すげー変装マスクとかも売ってますね。あ、これ土日以外でも空いてるんだな。あの錠前とか、ゲストハウスで使う錠前とか、こういうところで買うといいと思います。あんまり街の中でよく見かけないので。あとお土産もここいいかもしれないですね。多分5ドルで、5個で3ドルとかのキーホルダーとか、あの人形ぬいぐるみとか、コアラのぬいぐるみとか、あとあのオーストラリアのあの財布、ちょっとした財布みたいな、革で作った財布とか、そういうのもあります。いやここ後でまた全部のお店見て回ってみますよ、後日あの暇な時に。明日来よっかな。結構奥広なんですよ。奥まで広いです。あ、こっちは昔よりもなんか店が増えたっていうか、ちゃんと営業してますね。金曜日でこんだけ営業ってのは結構すごいと思います。前は土日来てもあんまり空いてなかったり、店が少なかったんですけど、ここはなんかちゃんとしてますね。よし、次回また来てみよう。じゃあちょっと出ます。はい、正面に見えるのがチャイナタウンのあの門のところです。今からチャイナタウンを突っ切ります。メインのこの門、そしてダイニングハーバーに入ります。本当はですね、向こう側も裏でいろいろできてるんですけど、まあその辺は個人でまた皆さん来てください。1個40セントで、2個で5ドル、あ、2ドルで5個、3ドル9個で5ドル15個、まあ結構人気ありますね。チャイナタウン入ってすぐのとこです。今2時42分、食通店のこのフードコートに来て、今からちょっとこう出てダーリングハーバーの方に向かいます。あの随分とここの辺はですね、まあ歩きやすくはなったし、ちょっとあのルート的にこう回りやすくなりましたね、非常に。ダーリングハーバー、ここに旅行のインフォメーションもあります。でこっち側の道からもさっきの食通店入ることできます。この道沿いからも入ることできます。そしてここがビジターインフォメーション。ここですね、ここから入ることもできます。で今からこっちまっすぐ突っ切ってダーリングハーバー行きます。
今2時52分です。ちょうどダイリングハーバーのこの端っこのこの噴水のとこまで来ました。今日はあの芝生のところで何にもイベントがないので比較的空いてますね。でここはもう完全に水遊びできるように本当にくるぶしぐらいまでしか水ありません。今の時間が、3時ジャストです。3時ジャストで、ダイリングアーバーのここでみんなまったりしてるな。みんなまったりこの周りで、この周りで、この中央にいる、あの僕を見ながら、あのルートであの下行くんだなみたいな感じをこう眺めながら、俺も行ってみようかなみたいな感じで、見られてるっていう感じですね。ほらみんななんか渦のルートをあの迷路っていうか阿弥陀くじのたどるように、ああやっていけばいいんだなみたいな、そんなんを見てますね。今3時9分です。これからタウンホールの方に抜けて、そして、オペラハウス、サーキュラキー、その前に時間あったらあれだな、ウィンヤードの方に向かいたいと思います。今の時間が3時20分、ずっとここ、モノレール上通ってたところで、あそこが当時の駅でした。あれダーリングハーバー駅だったかな。でここから上上がっていきます。町の方に抜けます。今の時間が3時26分です。あの天気が曇ったり晴れたりなんですけど、雨は降らなくていいですね。で今このダーリングハーバーから抜けてきて、この元モノレールのダーリングハーバー駅のとこですね、ここにいます。これから今タウンホールの方に抜けます。はい、あれがタウンホールです。今左側にこれ QVB で、はい、これ正面がタウンホールです。はい、今3時36分ですね。QVB 前、人気は多いんですけど、やっぱりあのジャパニーズ系の待ち合わせの人は相変わらずやっぱいないですね。ワーホリの人たちどこ行っちゃったんでしょうか。で今ちょっとタウンホールに1回あの行きます。こっちがタウンホールで、タウンホールもですね待ち合わせのメッカだったんですね。ほら今はガランとしてるし、あんまりもう人っ気がないもんな。来るかな？シドニーの緊急自動車が交差点に入ってくるか。消防みたいですね。消防車。今3時55分です。ウィンヤードの公園来ました。懐かしい。あの辺も変わんないな。あの変なガラスの地下にウィンヤードの駅に降りるとことか変わりません。ただここにこのウィンヤードの公園の前にあった日系の店は全滅ですね。ここにありました昔は。いや懐かしいな。ここずっとこういう感じでウィンヤードステーションあります。この辺はもう変わんないですね。今の時間が4時9分、6時に、あそこなんですけど、ちょっとまあ遅れてもまあしょうがないな。今ロックスです。ロックスまで来ました。
日本のコンビニとかジャパンブックストアとか全部ウィンアドは全滅でしたね。いやー暑いです。気温はすごい高いです。ワブリの時もこんなとこあんまり来なかったから新鮮だな。多分ワブリ1年でここのエリアに来たの多分2回ぐらいしか来ないと思いますよ。それもろくに見ずに、全然もう関係ないエリアだなと思ってろくに来ませんでしたから、すっげえあんま印象にも残ってないぐらい来てないです。ほらこじゃれてますよね。アート、絵とかなんかチェスとかそういうなんか販売してますね。なんだこれ、チェス屋。あ、ちょっと音楽がやばいな。チェス屋とかこういうレストラン、まあ、ちょっとバーみたいなもんですかね。今の時間が4時17分です。すげえ普段ないこの、船に邪魔されて、あ、これあれなのか、普段からこういう停泊する場所なのかな。すごいっすよ、あの海外向けの船みたいです。よりなんか危なそうだな。大丈夫かこれ。海外初みたいですね。オーバーシーズって書いてありますよ。すげえな、国内船じゃなくて海外に行くやつ。しかもちゃんとしたこのクルーズのターミナルになってます。オーバーシーズパッセンジャーターミナルって書いてあります。やばいな、こっから普段はこれあのオペラハウス、こっから見えるんですよ。あ、いい場所潰したなこれ、もしかして。あの前はここ先っちょの方、これ画面の向こう側に行って対面からハーバーブリッジ方面からこれオペラハウス見れたんですね。まあ、今もこっちからあのこの船がなければ、こっからちょうどこの船の向こうなんですよ、あのオペラハウスが。いや見れないわ。まあちょっと回り込んでいきます。オペラハウスはあの近くでお見せします、最後。いや人がすごい。今の時間が4時25分。あれでかさは分かりますね。ハーバーブリッジと比べてもあんだけでかさが、すげえな。オーバーシーズパッセンジャーってすげえな。何日に1回あれ出てんだ。今ちょっとオペラハウスに向かってます。今4時半です。こんな感じでちょっと西日になりつつある時間なんですけど、ハーバーブリッジからこの下のバーというかパブはあの音楽ガンガン流れてます。なのでこっから下に降りてどっかずっと行くってことはちょっと難しいですね。まあ無音にすれば行けるんですけど。そしてオペラハウスです。はい、今4時59分、まあ5時ですね。さっきまで YouTube ライブやってたんですけど、ちょうどスマホのバッテリー切れで強制的に終了しました。いやー結構ブラーっと一周したら結構疲れましたね。でも天気がいいから非常にオペラハウスは綺麗で、そして海も綺麗で眺めいいです。やっぱ晴れるといいですね、海辺は。オペラハウスのですね、この反対側、ここも公園になってまして、ずっと歩いていけます。いや天気いいわ。こんな感じ。そこで負けても食うか。こっからのオペラハウスの眺めもいいですね。反対側こんな感じ。
よし待って、ちょっとマフィン食うか。ああ、いい感じで腹減ったからちょうどよかったな。4つで3ドル50でこれコールスで買っておいてよかったな。今5時6分、なんか寄ってくるなこれ。カラスみたいになんか食い残しを食べに来るな、あれ狙ってるな、すげえ。ゆっくりと、今5時17分、ずっとここでまったりしてるんですけども、いやー景色良くていいっすね。船すごいな、船いっぱい、なんかレースしてる、ヨットレースしてるみたいに船がすげえ勢いでいっぱい走ってますね。走ってるっていうんですかね、船いっぱい通ってます。でここの公園で発見したのはこれすげえっすね。公園であの空港みたいに、ほらこの子いきなり座ってスマホつないで電気取ってるんですけど、いいっすねこれ。公衆充電場、これ日本にありますかね。公園でこうやって屋外で公共というか、なんか自由に充電していいやつ、いいっすね。進んでますねそういうのは。ゴミ箱も多いし、今5時24分。さてゴミ捨てて歩いていくか。語学交流の場まであれ乗っちゃえば早いんですけどね、路面の乗っちゃえば早いんですけど、まだあれかな、ちょっと余裕が16ドルでしたっけ。どうしよっかな、乗っちゃってもいいのかな。でもあと4日ぐらいあるから、中途半端にまたチャージするも嫌ですからね。歩いていくか。この子危ないんだよな、坂道。ほら一生懸命耐えながら坂道降りて、はい、今5時28分です。いやー夕焼けが綺麗ですね、オペラハウス。下ではなんかバンド音楽がすげえ鳴ってますけども、うわー船大きいな、あれ逆光でちょっと見えにくいですけど、ハーバーブリッジ。今からちょっとチャイナタウンの方にまた歩いていきますけど、30分で行けるかな、あそこまっすぐ歩けば行けるか。珍しく警察とかいますね、普段全然いないんですけど。すんごいなこういう人。すげえなこれ、ジージャンかぶってこういう感覚はすごいよな、あのタイとかベトナム系のこの。おーすげえな、こっちはグラスで、ここでワイン飲んでますね。天気いいな。
think I... Oh, I don't be sleeping there. はい、今6時5分、ちょっと5分遅れちゃったんですけど、ここ着きました。語学交流の、スリーモンキーズ。いやー、何分ぐらいだ、30分ぐらいかな、ここまで歩いて。結構汗だくになったんですけど、もうノンストップで歩いてきました、あの GoPro 撮りながら。いやー、暑いな。今仕事帰りかなんかわかんないですけど、すげー人通りは激しいです。では入ります。この辺よく見るとこんな感じでハッピーアワーとかですね、7時まで5ドルとか結構あります。13、これステーキとか、あ、ランチで14、ワイン1杯5ドル、こんな感じです。Thank you.
after starting YouTube live. I'm just gonna go, I'm just gonna go look for my friend. I'll be back. All right. YouTube. Ah, nice. Hola. なんか一気に人が流れてきて、上に流れてきて、もうこれ、お開きモードになりました。今の時間が、22時なんですけど、もうじゃんじゃん、もうみんなお帰りです。お開きモードで、もう帰ります。強制的になんかクラブが始まるみたいで、なんかもう帰らなきゃいけなくなりました。もうほら、こんなすげえいっぱいいます。なんか一気に流れてきたな、下に。こんなもうみんな強制的に出されちゃいます。今10時3分ですね。飲んでたスリーモンキーズで、なんか夜ライブが始まるみたいで、今これ強制的に出されました。でこれから僕はもう10時で、最終の電車とかなくなったら一番最悪なんで、ちょっとこのまんま帰ろうと思います。結構すげえな、ここ。ほら、これみんなこの辺は出された人ですね。で次のクラブとか行くとか言ってたんですけど、僕も時間がで、まあ、歩いても帰れるんですけど、ちょっと腹減ったしやばいんで帰ります。キッチンがだって12時までだもんな。それでは行きます。すごいな、今日やっぱ金曜日の夜ってすごいっすね。はい、今ちょっと LINE で友達とかとここでメッセージしてたら、この時間になりました。10時15分。なんかペッパーランチがありますね、これ。ほら、ペッパーランチっていくらなんだ。あと、こっち側もですね、この2階、全然昼間は気づかなかったんですけど、ここの野菜村、これ2階に、錦なんとかって書いてありますね。これ全然昼間はこれ明かりがないので分かんないんですけど、なんか日本食がありますね。ペッパーランチの値段ちょっとチェックしてみますか。ジョージストリート、テイクアウトが多いのかな。こんな感じです、ペッパーランチの値段。だいたい、サーモンペッパーライスとかこういうの15ドルとか書いてありますね。プレミアムステーキ20ドル、ハンバーグステーキとかもこう書いてあります。ペッパーランチってこれ日本で食べたことが僕はないんですよ。なのでちょっとどういうもんか分かんないですけども、あんなんですか、日本も。よし、じゃあこれからタウンホール方面向かいます。すげえっすね、本当に人が。あそこマクドナルドでさっきまでいたスリーモンキーズなんですけど、ここ入っていくとなんかあれですね、なんか飲食店街みたいなのになってますね。ここレジェントプレイス、フードドリンクとかなんかいっぱいあります。ショッピングとかどら焼きとかもありますね。ちょっと今行ってみますか。
結構金曜日の夜っていうのは遅くまでやってるのかな。今10時20分なんですけど、こういう、まあ、UGG、 ここよくあるな、この店よくありますね。でこっから先がフードコートっぽくなってるみたいですね。地下がなんか日本食のこういう板前のがありますね。ちょっと下行ってみますか。あ、これなんか軽トラ、鹿があって、これ寿司屋かな。寿司屋がバーってありますね。あ、日本語のなんかメニューも買ってあります。結構遅くまでやって、あ、ドラえもんのすごいな、レゴのブロックのドラ焼き、富士見って書いてありますね。富士見ドラ焼き、日本にもあるのかな、富士見ドラ焼き。でも店はもう終わってるみたいですね。なんかやたら日本食のこういう焼肉横丁とかもあります。こういうのハチノスとかなんか9ドル、10ドル、12ドル、なんか有名な店かもしれないですね。すげえな、これアンティークな、これ何時までなんだろうこの店。焼肉横丁って書いてあります。なんかアンティークな感じを売りにしてるみたいです。これ自販機もほら100円は1ドルって書いてあります。すげえ、400円とかこう書いてあります。ボスコーヒーとかこうあって、なっちゃんとかもこれ400円です。なんかこの辺あれかもしれないです、なんか日本語集合店かもしれないです。ここになんか寿司屋とかあるし、ここもなんかあれですね、居酒屋みたいな感じだと思います。江戸前寿司、すげえな、ここのフロア全部これか、なんか日本のフロアかもしれないですね、これほら鉄尾じいさんのチーズケーキって書いてあります。知ってます？モネットコーンコメ、あ、ダイソーもありますね。ここすごいな、今もう閉まってますけど 2.8 ドルショップ、こんなとこにあるんだ、ダイソー。これでさっきのドラえもんのところ来て、でここまでが日本のかな。ガチャガチャもありますよ。この辺はなんかクラブみたいな音が鳴ってて、これガチャガチャ、ソルドアウトがすごいですね。ソルドアウトばっかり。猫のやつとか、これはいくらなんだろうな。うわ、すげえ、10ドル。この辺の猫のやつとか、ガチャガチャ10ドル。10ドルってすごいよな、ガチャガチャ。まあこの辺は5ドルですね。すごくないですか、5ドルと10ドルがこうやってある。結構人気あるのかな、これ。これ15ドルです。この辺15ドル。これ5ドル。すげえなー、これも 10ドルですね。あ、この辺も10ドル、これは5ドル。結構みんなやってんのかな、すごいな、結構人気があるかもしれません。こんな感じ、すげえ、日本通の人がやるんですね、多分。かわいいとか言ってました、日本語で。今10時39分です。このタウンホールの交差点のところでなんか騒がしいので来てみたんすけども、なんか盛り上がってますね。盛り上がってるのと観客か、あれは周りの。
ウールワースの目の前です。これライブだと絶対無理だな。音楽的にこれ路上だからな。好きだなこういう。なんだ。すごいっすね。よくわかんないですけど、遠巻きに見てる人が圧倒的に多いですね。周りの状況はこんな感じです、人の感じ、タウンホールの周りこんな感じです。ありますね。酔っ払いじゃなかったらあれ逆にすごいよな。さて僕は駅の方を向かいます。10時42分、向こう着いたら多分11時か。飯がちょっとここで食べてる時間がちょっと電車逃すとやばいんで、ちょっとスマホで検索したんですよ。最終かなんかあんまよく分かんなかったんで、ちょっと乗っちゃいます。今残りいくつだ、 16.27、 これ2ドルぐらい減るんかな。今間違えてプラットフォーム違う方行っちゃいました。やばいな。で10時47ここで大丈夫かな。なんかセントラル行きの方に危うく乗りそうになりました。危ねえな。別に、ビール一杯だけなんで酔っ払ってはないんですけど、1.26 だな。安かったな。この時間安いな。 1.26 半額ぐらい。10時50分キングスクロス戻ってきました。キッチン12時までだからカップラーメンしようかな。それからインスタントラーメン2つ、インスタント2つにするか。11時帰ってきました。なんか下混んでますね。キッチン混んでる。もうこのまま寝ちゃおうかな。疲れた。今11時なんですけど、もうこれ12時から6時なんですけど、もう閉まってて、今なんでこれ閉まってんだって聞いたら、ちょっと言ってくるって言って2人言って出かけましたね。どうだ。 10.50 OK Thank you。 10分15分待ってくれって。今これ作ってるんですけど、睡眠なんとか。これなんかやばいよな、この白いの。なんだろうこれ、油？